4月9日の京都ジャングルハンターでアクアルーム兵庫さんからお迎えしたフクロモモンガ、リュウシ、女の子お迎えから6日間の様子をご覧ください。ショップの方にはベタ慣れだったのですが、まだ私には心を開いてくれません。これだけ小さいとベタ慣れを目指せるとおっしゃっていただいたのですが、心折れかけです。お迎え当日はまるで凶暴ゴリラのような威嚇を受けました。少しずつ距離が縮まっていると信じているのですが、お迎え2日目からの撮影になります。マシュマロをあげるだけで激怒されます。とりあえず怒ってます。ミルクを飲みながらずっと怒ってます。頭なでなでに成功しました。安定してきました。お迎え3日目も安定して怒ってます。ミルクは飲んでくれるんだけどな。お迎え4日目、リンゴを食べています。
シュマロも静かに食べてくれました。お迎え5日目もとりあえず怒りながらミルクを飲んでいます。格好をしているんだ。ポーチ越しにもみもみしました。どさくさに紛れて頭なでなで。ミルクを飲んでくれていたのですが、欲が出てカメラにもっと映そうと移動させようとして驚かせてしまいました。これが大失敗のもとでした。初日くらい威嚇されました。そしてミルクがなくなるとまた怒る。とにかく怒る。仲良くなるのにドライフルーツを手に持ったままかじらせると距離が近くなると聞いたので早速実践しました。福ちゃんでは大成功しました。ミミちゃんでもうまくいくかと思ったら脱出された。まだ無理だと慌てて掴んでしまい怒らせて噛まれてしまいました。諦めてゼリーを中に置きました。とりあえず落ち着いて食べているようです。無心に食べています。満足して戻ったと思ったらまたすぐに食べに来てました。まだまだ道のりは長そうですが地道に頑張ることにします。バトンチャンネル257、ご視聴ありがとうございました。